どうもこんにちは。はい、今日はですね、過去にも YouTube でもいくつか質問を昔からいただいてたものがありまして、そちらをね今日は、説明していきたいなと思います。結構まあいろんな質問ありますし、こうした事業をすることによって、例えば北川社長であったり原さんであったりさっちゃんだったり、こういう質問こういう疑問を、本当に素人目線で投げかけてくれる Q&A みたいなのを、自分たちは作ってます。それ以外で DIY とかしてるクロートの人もいるわけで、今回は、そちらの片目線でね、回答していこうかなということで、結構本当に多い質問がありまして、いきなりキャンピングカーをキャンピングトレーラーを作りたい、キッチントレーラーを作りたいっていう人も結構いてるんですよね。でこの場合に、車両の準備する、まず何を準備したらいいのかっていう、その辺をねアドバイスいただきたいということで、通常だとまあショップのね人がこういうしたことを、教えることってないんですよ。実はあんまりないと思います。ですがまあ全然リーズナブルで始めて初期投資を抑えたりしてキッチンカーが開業できるっていうのはそれはそれでいいことだと思ってますし、あのキャンピングトレーラーにしても、自分で何かを作ってスタートするっていうのは僕自身もすごく好きなことなので、なので今日はその辺で、ちょっと役に立てるかなということで回答していきたいと思います。まず一つ目、キッチンキャンピングもうこれ一緒くたにして説明します。キッチンカーを作る際に順番はどうやっていったらいいですかっていうのが結構多かったんですよ。っていうのはいきなりキッチンカーを作って、陸運局とか景況会に持って行っても大丈夫なのかなっていう質問めっちゃ多かったんですけど、結論から言うと全然大丈夫です。ちょっと順を追って説明すると、まず一つは一番イージーな方法があるんですけど、このイージーな方法というのは2回車検に行かないといけないので、お金が車検代2倍かかります。なのでイージーですけどお金はかかるっていう方法ですね。まず一つはボートトレーラーというのが一番流通してます。中古車でもボートトレーラーが一番多い、中古であれば。でこのトレーラーを買った際に一番最初にキッチンカーをこう組み立てていくんではなくて、フルトレーラーという4ナンバー登録するために床を張って見かけフックを作ってって感じで、やっていくんですね。でデメリットもやっぱりあって、このデメリットっていうのは4ナンバーにすると本来積めるボートトレーラーの最大積載量があるんですけど、これを引き算されてしまうってことなんですよ。なので仮想は軽くして4ナンバーを取って後にキッチンカーをするっていうのが一番オーソドックスでやりやすいっていうか、オーソドックスではないけど一番簡単かもしれないです。でこのなんで簡単かというと、これも場所によるんですよ。景況会の場所によるんですけど、キッチンカーをいきなり作ってしまうと、このまず閉床の照明っていう床の照明を指すんですけど、これが本当に平面であるかという照明をするんですよ。でこの場合にめちゃめちゃ覆われてたら検査員の人見れないし、トレーラー自体を持ち上げて下を覗くってことはもうほぼないんで、っていうことは下から覗けなかったら閉床照明はしにくいんですよね。なのでちょっと時間がかかってしまうんですよ。なのでこの場合はもう自分の想像しているトレーラーが、すごい低床なものなんであれば一旦フラットトレーラーを作ってその上に箱型のものを新設するっていうのがやりやすいんではないかなという説明です。でこの場合にフルトレーラーにする場合には、過去動画下に貼っときますけど、一応
概要として、構造要件というものがあります。でこれはフラットトレーラーの場合はまず平床を敷いた後に荷掛けフックっていうのがね絶対前提でついてきます。これを4ナンバーの箱車で取る場合は、これも年式によってっていうふうに言われてるんですけど、まあ、基本的にはハイマウントストップランプがいるということですね。あとまあドアの開口とか、その辺も鍵を握ってくるんで、なので一番簡単なのはフラットで作ったらすぐ4ナンバー化できるんでね、あのそっちの方がいいよという話です。でキッチンカーをこっから作りやすいんですよ。フラットトレーラーにしてからの方が結構予測を立てて作りやすいっていうんで、4ナンバーからキッチンする方が比較的簡単にいくんではないかなということですね。ただまあキッチンカーを1回で完成させてしまって行く方が、陸運局も当然1回で終わるんで金額的にも安いし時間もかからないって感じです。でこの上の下層部を、作っていくときに必ず重量計算をしながらやるのがやっぱりもう王道というか、これしなかったらっていうか把握をしなかったらもうどんどん仮装をしていって思いの形にはなったんだけど重量オーバーで最大積載量を超えちゃって登録できないっていうことがあるんですよ。なのでこうした場合は、きちんとね、そうですね、例えば床板がコンパネだった場合は11、2キロあるんでっていうのが最初にもう保証されてればねいいんですけど、それ分からないで作ってしまうとオーバーしてしまいがちなんで、なので気をつけないといけませんね。で4ナンバーフルトレーラーにする場合は20キロ増えたとて50キロ減らされるんで、って考えるとやっぱり1回で作り切った方が無駄なく350キロっていう枠を使い切れるかなというふうに思ってます。もったいないですからね、わずか30キロだっても。まあ、そんなことで、床を張ってフレームを作ってここの重量だけはしっかり把握していればあとは木材とかで組み立てていくのでその都度体重計に乗せてメモっていればデータというのが取れるので、まあ、そこから換気扇つけようが、例えば窓を追加しようが、重量の範囲内で仮装すればいいので比較的楽にいけると思います。でプラス、構造要件で、今回軽トラック軽ナンバーでも、1200っていう高さがあればキャンピング登録できるというお話を以前構造要件の話でさせていただいたんですけども、実はトレーラーは対象外で、車両のみとなります。なのでトレーラーでやる場合は1600の荷室がないとキャンピングトレーラー登録できないのでポップアップやエレベータールーフが必要になってくるということですね。なので、まあ、今後ねキャンピング登録しようと思って頑張る人は、掘った床を作るとかして対策していかないと、天井上がるかどうかとかねしていかないとキャンピングトレーラー登録はねちょっと難しいんかなというふうに思います。はい、それでは、最後になりましたが、これがすごく大事なことです。今お乗りになられている車が、最大牽引能力何キロなのかっていうことをしっかりと把握しましょうということですね。例えば330キロという牽引能力であった場合、トレーラーの最大、まあ、いわゆる総重量ですね、車両総重量が例えば520キロだと牽引できないので、この場合、完成ブレーキがついているかとか、そういう風になってくるんですよね。大体完成ブレーキがつくと最大牽引能力上がるんですけど、ブレーキなしの場合は、ちょっとね取れないんですよ。こうした場合どうするかというと最大積載量を減らして引っ張れるようにするっていう方法しか、選択にできないです。かブレーキをつけるかって感じですね。なのでこの最大牽引能力、今乗ってる車の最大牽引能力は絶対に把握した方がいいです。例えばいろんな車種あるんですけど、
同じ車種でも、バン、四駆、乗用車っていうものですごく牽引能力変わってきます。なので思ったより取れへんかったことっていうのはあるんですよね。中には例えばまあ DC キャリーとかね、キャリーなんかは、他の車はね結構300キロとか取れてたもんが、DC51 キャリーになると、90キロしか取れないとか結構あるんですよ。なのでその牽引能力はすごく大事なので、それに合わせてトレーラーを選ぶ方がいいです。車両の重量が130キロで350キロって言ったらもうそれだけで480キロになってしまうんで、でこの480キロを、完成ブレーキなしで引っ張ろうとしたら、そんだけの能力が取れてる軽自動車っていうのは結構少ないので、なのでその辺も結構把握して仮装していきましょう。キッチンカーを仮装した挙句500キロ超えてしまって自分の車では引っ張れないっていうことが本当に起こり得ることなので、失敗しないようにその辺は徹底してやった方がいいです。なので先に自分の自家用車で、連結検討書を取って最大牽引能力をまず把握する、そしてその後に、トレーラーを選んでそこから仮装をしていくって感じで、順番的にこの流れが一番失敗しないと思います。まあそんなことで多分この辺が一番聞きたい人が多かったところなんで、まあ今回はこれで、これを動画にしました。またいろんな質問いただければそれに関して調べてとか知ってる範囲ではお答えできますので、またチャンネル登録とかいろいろよろしくお願いします。というわけで今回はこういった話でした。ありがとうございます。